公園で大量の死体が発見された件で聞きたいことがある。両手を頭の後ろに組んでしゃがめ。邪魔なお供を皆殺しにしてやっと自由になれたのに。でもせっかく集まってくれたんだから、ちょっとリハビリを兼ねて。隊長、風があいつに向かって。なんだあの光は。アンチマター、見たことないでしょ。山が噴火。こんなことができるんは、まさかバルキュリアか。ええ、きっとそうよ。バルキュリア。バルキュリアは究極のハイブリッドで、8つの魔法が使えるの。8つも。けどバルキュリアはずっと研究所の奥で眠ってたはずや。それがなんで外に。もしかしたら私たちの居場所が分かったのかも。あ、そんな奴が襲ってきたら作戦とかでどうにかなる話じゃない。一軸、この大失態の責任は一体どう取るつもりだ。見たか、あの大爆発。もはや穏便に事態を収拾することは不可能だ。多少の失敗には目をつぶっていたが、まさかここまで無能だったとは。今この場でお前が自決しても責任は免れ得ない。沙汰は追って下す。君には期待していたのだが、残念だ。まったく、なんでこの剣には天文台が8つもあるんだ。バルキュリアには魔法使いの探知能力があるけど。天文台には4人も魔法使いが隠れてるんだ。まあどうでもいいけど。本当に天文台に魔法使いいるのかな。ここも関係ない天文台だったらちょっと厳しいな。すみません、失礼しますよ。どうしたの。大丈夫、しっかりして。なんや、バルキュリアちゃうんか。は？あ、ほくそ、ほくそ。みんなもうええで。え？これ、意味あるの？当たり前やん！バルキュリアが来ても、薬切れで死んだふりしとけば、あいつも仕方なしに帰るわ。俺は薬切れにならないけど。親心じゃ！一人だけ生きてたなら、真っ先に殺されるで！相変わらず下品な話し方ね、カズミ。あ、お前、初なやないか！知り合いなのか？うん。研究所にいた頃の仲間。研究所の。ちょっと待てよ、 A ランクのあんたがここに来たってことは研究所の命令よ。バルキュリアと一緒に1107番を回収するために。え、バルキュリアと一緒。安心して、バルキュリアならどこかに行っちゃったわ。ほんまか。ええ、助かった、命拾いや。1107番って何のこと。そう、作戦の詳しい内容までは知らないし、私がここを知ったのもたまたまだから。ん？そっちの男は何。うちらの協力者や。いいのかな、ただの人間を巻き込んで。いや、こいつはうちらのために命を落とす覚悟できてるもんな。
俺が自分で言うのはいいけど、お前がそれを言うなよ。死ぬ覚悟ね。それで、あなたは見たことないけど。はははい、聖母高鳥、名は小鳥と発します。以後お見知りおきよ。小鳥のことはこの子も知らないのか。ハツナ、ひょっとしたら薬持ってないんとちゃうか。まあね。あっちゃ、それでここに来たってわけか。またうちらの負担が増えてまうわ。負担？負担やろ。なんか文句あんのか。いや、会った頃のカズミなら薬を分けたりせずに門前払いにしたんじゃないか。変わったな、カズミ。だったら何やっちゃうんや。いや、別に。ねえ、温泉に入りたいんだけど。ペンキ落としたい。ここ温泉あるの？ああ、それじゃあ一っ風呂浴びるか。村上はうちらが戻るまでここの床掃除な。はあ。へえ、素敵な温泉ね。しかし和美は相変わらずみすぼらしい貧乳だね。なんやで。こっちの方は下品だけど大きいし。そんなに粗末に扱わないでください。なんなんやあんたは。おっぱい評論家か。はつなちゃん、お、その傷は。ああ、バルキュリアにやられてまだ治りきってないの。でも明日にはおっぱいも綺麗になってるから。ハツナさんの魔法って。再生。再生。殺されても死なない。たとえ頭を潰されてもね。イジェクトされたり薬切れになるとダメだけど。わあ、すごいですね。ところでさっきの村上ってやつにみんな助けられたわけ？そうなんです。村上くんがいなかったら私たち全員とっくに死んでた。随分と信用してるのね。まあな、あんたもしばらくあいつと一緒におったらわかるわ。それじゃじっくり品定めさせてもらうわ。はあ、すっきりした。おーい、おーい、助けてくれー。何やってんだお前。わかった。そこで待ってろ。ったく、なんなんだよ。お前、マジでふざけんなよ。本当に来たんだ。は？ううん、なんでもない。降りるぞ。立てるか。うん。いい加減にしろよ。風呂入ったばかりなのにもう汗だくだ。絶対に手を離すな。必ず何とかするから。うん、合格。ここまでするなんてみんなが言う通りの人ね。手を離して。私の魔法は再生。ここから落ちても死なないから。あなたも両手が使えれば足場まで戻れるでしょ。バカ言うな。落ちても死なないとか、この状況で誰が信じるか。いや、本当に私はここから落ちたくらいじゃ死なないから。確かにお前の話が本当ならさっきからの不可解な行動にも筋が通る。俺を試したってことか。その通りだよ。だから手を離して。ダメだ。え？お前が俺を助けるために嘘をついてるかもしれない。そんな考えすぎだって。いいか、たとえ二人で落ちてもこの手だけは絶対に離さない。それじゃあどうするっての。このままじゃ二人とも。そこの足場にお前を投げ飛ばす。え？届かないかもしれないし、着地に失敗するかもしれない。でもここでこのままお前を落とすよりは100倍増した。そして両手が空いたら俺はこのパイプを伝って戻る。私を飛ばした反動でパイプが壊れたらどうするの。知るか。もう俺の腕の力も限界だ。考える時間はない。2回振って反動をつけて3回目でお前を飛ばす。行くぞ。
回、2回、3回。ちょっ、危ねえ、死ぬかと思った。いや別に落ちても死なないんだけど。ありがとう、君も。なんだ、なんで俺は生きてるんだ。はっはっは、見ましたか、私の魔法の威力。かなちゃんが村上くんが落ちて死ぬ余地を見たから間に合ってよかった。小鳥の魔法で入れ替わったら運動エネルギーがリセットされるのか。そうでなければどっちかが潰れていた。あ、どういう意味ですか。な、危ねえ、分かってなかったのか。一体どういうこと、あの巨乳の魔法なの。それにしても信じられない、あんな人間がいるなんて。なあ、あの子の魔法は何なんだ。再生や、殺しても死なへんよなし。それじゃあ、あいつ本当のことを言っていたのか。ごめん、試すようなことして悪かった、本当にごめん。お互い生きてるから別にいいよ。私君のこと好きかも。は？君彼女いないの？だったら私君と付き合うわ。アホか、あんた何言うてんのや。だって好きになったんだもん、だから。まあキスぐらい当然するよね。猫、ねえ猫さん、それはダメです、耐えてください。知らない、私じゃない。猫さん、待てクロ。待てよ村上。なるほどね、大体わかったわ、ここの人間関係。悪かったな、急に呼び出して。いや、あの時の少女は気の毒だったな。やっぱり小五郎には七海の記憶があるのか。ああ、ずっと視界の外にいたからな。それじゃあ分かっただろう、薬を手に入れないと残りの4人も七海のように溶けて死んでしまうんだ。だからお前を呼んだんだ。あ、まさか薬ができたのか。そう前のめりになるな、順を追って話す。ああ。まず、魔法使いが解ける理由だが、体内でプロテアーゼという消化酵素が生成されたからだろう。消化酵素？そして、あの薬にはプロテアーゼの作用を止める効果があると考えられる。学生時代の知人がプロテアーゼに関する論文を書いていた。これまでの解析データと補い合えば、薬の生成期間を劇的に短縮できる見込みが立った。それじゃあ、あと1ヶ月すれば薬は完成する。1ヶ月、それじゃ意味がない、薬は5人で1週間分しかないのに。なら取捨選択が必要だ。取捨選択、まさか。これを書いたのはとんでもない天才だったが、私の目的はただ一つ、命の解明をすること。そのためならどんな犠牲も厭わない、たとえこの世の全ての命と引き換えにしても。一軸、今どこで何をしている。素敵な景色を独り占め、邪魔する奴らは皆殺しなんだから。なぜあんな目立つことをした、バルキュリア。いや、藤崎真子。あなた、私に散々ひどいことしたよね。残酷な実験をいっぱいして。あなたが私を人間じゃなくしたのよ。それが、私の仕事だ。私が怖くないの。私があなたに仕返しをしたくてたまらないこと、知っているんでしょ。
なぜ勝手にアンチマターを使った。この私は仏なんて。ごめんなさい千里。私のこと嫌いにならないで。好き。約束したこの場所で千里を待ってたの。1107番の居場所は分かったんだな。猫、村上、今日小五郎ってやつのところに呼ばれてんだよね。うん。私やっぱり変だ。村上くんのことを考えると胸が苦しい。村上、あのおっさんの研究なんか成果あったんか。ああ。え、本当ですか。それでどう進展したの。薬の開発期間はだいぶ短縮できるみたいだ。それでもあと1ヶ月かかるんだけど。はあ、そんなん全然意味ないやんか。私たち死んじゃってますね。そうでもないでしょ。残っている薬を一人だけで使えばその人だけは助かる。一人だけなら生き残れる。これが小五郎の言っていた取捨選択。よし、くじ引きや。その一人をくじ引きで決めるんや。くじで負けたら明日には死ぬ。みんなその覚悟はあるの。でも決めるなら一日でも早い方がいい。薬が足りなくなる。だったらみんなでよく話し合って決めて。私は薬を分けてもらってる身だから、くじ引きに参加する資格はないし。席外すね。なんやあんた、協調性ないな。23、24、ちょっと足りないな。私は馬鹿正直に本当のことを言うほどお人よしじゃないし、実はバルキュリアに殺された仲間の分の薬があるんだよね。ここに来ればもっと薬が手に入ると思ったけど、そうもいかないか。私もくじ引きはいい。薬もいらない。それで誰かがおばあさんになるまで長生きできるならその方がいい。あんた何言うてんのや。自分の命かかってんのにそんな綺麗事。クロハならそう言うと思った。私もくじ引きはいいです。本当はとっくに死んでたはずですから。私もいいわ。どっちにしろ一人じゃ生きていけないし。いいよ、かずみちゃん生き残って。どうぞどうぞ。なんやそれ。私だけが必死に命がえしてるみたいやないか。そりゃ生きたいけど、みんなの命削ってまで生き残れるかいや。だったらあと1週間、最後の夏休みをみんなで楽しみたいわ。かずみ、かずみちゃん、これがこいつらの出した答えか。あとはこの端末しか。こうなったら乾杯や。最後の夏休みを祝って乾杯や。小鳥、ジュース持ってこんかい。はい。お待たせしました。大丈夫小鳥ちゃん。はい。何やってんのよあんた。すみません。汚れる前に脱いでください。すみません。猫さんもノーブラですか。だって着替えがなかったから。クロハ、そのほくろ。ほくろって何のこと。お前やっぱり黒猫だったんだ。村上くん、猫が村上の幼馴染。生きていた。黒猫が生きていた。ずっと黒猫が好きだった。黒猫が星を好きだから俺も好きになったんだ。毎日二人で夜空を見上げているのが楽しかった。ずっとそうしていられると思っていた。でも殺してしまったと思っていた。もう二度と会えないと思っていた。なのに生きていた。
生きていた。なんか大泣きしてごめん。最初その場所にホクロがなかったから、クロハとクロネコは別人だと思っていた。でも10年経って体が成長した分、ホクロの位置が移動していたんだ。間違いない、お前は俺の幼馴染のクロネコだ。ごめんなさい。え？子供の頃の思い出全部、私は何も覚えていないの。そんなのいいんだ。俺が全部覚えているから。お前と初めて出会った日のことから毎日遊んだこと、出かけた場所、話した会話、俺は全部覚えてる。たとえクロハが忘れても、その分俺は絶対忘れない。だから一緒に欠けた記憶を埋めていこう。これからのことも全部俺が覚えておくから。時間にヘリ、こっちに向かってくるぞ。みんな逃げろ、追ってるヘリだ。え、どうしたの。山へ逃げ込むんだ、夜なら見つかりにくい。クロハとそっくりじゃないか。まさかこいつが。久しぶりね、猫。